Festival TV 今週も始まりました。どうもジョージ・ウィリアムです。今日も音楽のお話ししましょうよ。ありがとうございました。すごいっしょ。忙しい。全然忙しくない。夜勤を吐いて旅に出ようぜ。フェスティバル TV 今週も始まりました。どうもジョージです。で今回はですね、エメラルドのライブをお届けします。いいですよ、いい。そしてエメラルドからの中野さんをお迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエス、ライブのもうちょっと待って、もうちょっと待ってもうここのバイブス、まあ、メンバー多いよね。メンバーは今日7人で来ましたね。サポート1人と一緒に、はい、サポート1人で7人、はい、7人。移動大変そう。移動はもう大変です。毎回もう遅刻すると機材運ぶのが人数減るじゃないですか。めっちゃ怒られます。仲いいですけどね。そうで、これがね、そうポイント、仲いいですけどとちらっと言いましたけど、本当それね、映像見てて伝わると思いますけどどうしてここまで仲いいの。なんかね、みんな本当に人がいいんですよね、うん、でなんか面白いし、うん、で音楽好きで、うん、とにかくみんなで集まって音楽をやるのは好きな連中というところですよ、うん。なので仲が悪いみたいな時期って10年やってきたっすけど、あんまないっすね。おお、いいですね。なんか理由はわからないっすけど、言葉にできない。いやでもこれね、これすごい、だって多分見ている皆さん、会社のみんなと仲良くしたいよとかさ、家族と仲良くしたいよとかさ、仲良くしたいんだけどなかなかできない。でもここはそういうピースなバイトできてる、うん、そうっすね。ありがとうございます。いやいや、伝わってよかった。でエメラルドって10周年迎えたんですよ。でどうですか、この10年振り返ってみて、どういうものが浮かんでくるんですか。何を覚えてる。なんか本当にひたすらスタジオ入って、ライブが決まったらライブのゲネして、で、まあ、あの曲ができたら曲作って撮ってっていうことをひたすらやってきた10年だったなと思うんですよ、うん。で、あの僕はその曲を、まあ、あの改めて振り返って聴いていった時に、いやマジでいい曲ばっかだなと思って。でなんだろう、これもっと続けたいし、まだまだ知らない人が多いから、うん、もうちょっと知ってもらわん限りはやめれんぞと、みんなにももっともっと聞いてほしいぞという気持ちで、なんか10年って言われても、いやまだまだやるっしょみたいな感じではありますね、うんうん、あんまり長かったって気持ちはないですね。じゃあそのバイブスのライブお届けしましょうよ、はい、そうですね。で中野さんとのトークはですね、まだまだ続けたいと思いますけど、まずライブです。じゃあ、はい、曲紹介、バンド紹介、自分紹介、はい、エメラルドの最高のライブをご覧ください。
Yeah.
とう。
ありがとう。フェスティバル TV ご覧の皆様こんばんは。楽しんでますか？いえ、いやいいっすよ、この時期演奏しに来れてね、こうやってみんなで集まれてね。なんかいやエメラルド10周年なんですよ、ちょうどね。10周年にしてこのフェスティバル TV に出れて、まあ、本当に何だろう、充実した10年だったなーって思えますよね。あとはこれで金履いていろんなフェスに出て最高って感じで行きたいっす。なんか調子こいた感じで喋りましたけど。いや楽しんでほしいです本当に、画面の向こう側の皆さんに向けてね、このエメラルドの素晴らしい演奏を聴かせたいと思って、今日はみんな金を履いて来ちゃいました。というわけで次の曲いきたいと思います。東京という曲です。
ありがとう。あっという間ですよ、最後の曲です、これからの曲はレイメイという曲です。ちょうど朝日が昇る前に山の向こうに小さい一番最初の光が訪れるその瞬間、その一歩手前の時間をレイメイと呼ぶんですけど、その時間のことを思って、その時間と僕らの日々みたいなものを重ねて、あともう少し日が昇るよっていう曲です。この曲で最後やりたいと思います。ありがとうございました。レイメイという曲です。
ありがとう、エメラルドでした。いやありがとう。どうでした？いやめちゃくちゃ楽しかったですよ、うん、しかもセットもすごいいいし、うん、この感じの中でまたみんなで集まって演奏できて、うん、ただただ楽しかったです。で結構久しぶりだったんですか？そうですね、練習はよくやってるんですけど、こういうライブこういう形でやるっていうのは、うん、この間もちょっとあったかなぐらいで、うん、そんなに頻繁にはやってないんで、いやめちゃくちゃ楽しかったなって。来年ですよね、来年1月22日渋谷。来年1月22日そうです。そう覚えてるよ。ありがとうございます。覚えてるよ、ちゃんと勉強してきたよいやでも1月22日渋谷のどこだと思いますか？ちょっと待って、言わせ、www でライブやるんですよね。そうです、はい、X X あ X 勉強足りてなかったいやでもそこでライブ、そう初のワンマン、初めてのワンマンなんです、10年目にして。いやいいね。いやもう緊張今からしてますよ。走っちゃったりして、もう緊張のあまりに嘘っぽいね。嘘っぽい、緊張しなさそう。してますよいつも、こんなんすよ。でも不思議とバンドの演奏が始まると、ああもうバーンっつっていけるんですよ。いやわかる、すげえバンドなんですよ本当に。ねえ、うん、ねえ本当。今日ですね、中野さんをお迎えして、で今日のライブが良かったっていうのはもちろんその、うん、最高の仲間でも、その下からのエネルギーっていうもの、ちょっと下からのエネルギーもあったんじゃないですか。ちゃんこ感じてましたよ、はい、下からね。やらしいかな金履いてくれてるんですよジャスパー、ジャスパー どうですか履き心地。これめちゃくちゃ良くて、うん、履くのがまず楽なんですよ、うん、で履いた後キュッてこう閉まるじゃないですか、うん、これなんか持ってたらずっと履いちゃいそうだなっていう感じの履き心地、うん、本当に最高。で色見てください、色何の色が入ってますか？エメラルド。そうで、バンド名は何ですか？エメラルド。正解、はい綺麗な色ですよ。いやいいですよね、うん、そうすごい。僕もねジャスパー何足も持ってまして、でも今日初めましてだったんじゃないですか？はいそうです。仲良くやっていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。 Alright じゃあエメラルドの中野さんでした。 We'll see you back again next week。 また来週です。 Bye everybody, see ya。